平成8年台風第12号は、1996年8月に沖縄近海で複雑な震度を取った後に、九州に上陸した台風である。震度図8月6日に沖縄近海で発生した台風12号は発生後しばらくは、沖縄近海を南下するなど複雑な動きをしていたが、8月11日頃からは、震度を北寄りに変え、12日から13日にかけて、 沖縄本島に最接近した。沖縄接近後は発達しながら、東、品海を北上し、14日10時頃に、中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速は、秒速40メートルの強い勢力で、熊本県熊本市付近に上陸した。台風は、大分県国崎市を通過して、周防灘へ抜けて、同日十五時には、山口県徳山市に再上陸し、 中国地方を通過して、日本海へ抜け、翌日6時半ごろ、新潟県佐渡島を通過しくじには、新潟県村上市付近に再々上陸した後、三陸沖へ抜けて8月16日に温帯低気圧に変わった。台風の目の直径は、一般的に数十キロメートル程度だが、沖縄本島接近陣の台風12号では100キロメートルを超えた。 沖縄本島では12日の昼頃から台風の目に入り始め、同日15時過ぎに台風の中心が本島中部を通過、本島全域が台風の目に入った。台風の動きが遅かったこともあって、台風の目から抜けたのは同日夜遅くになり、風雨の弱い状態が半日近く続いた。ありがとうございます。